はい、どうも皆さん、こんにちは、長井です。先ほどペヨーテを売りまして、まあ所得が倍増したということで、今回はですね、ラマーのミッションやっていきましょう。なんかさっきメール来たんだよね。ラマーのなんやかんやミッションやっていきましょうか。はい、よろしくお願いしますということで、はい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 、わかったほとんどわかってないけど、わかった。ラジオは切らして、アーマーだけちょうだい。これでいきましょう。本当ね、お金がないんですけど、なんでないかって言いますとね、さっきね、間違えてライフル買っちゃったんですよ。本当に間違えて。素で間違えて、本当に誤作動、誤操作、素で間違えて、本当ですよ、これ。間違ってスナイパーライフル買っちゃったんです。何やってんだろうなっていう。で、買っちゃって焼けっぱちになってカスタマイズした結果がこれですね。はい。そっから入れんだろ、これ。高速。おいしょ。入ったー。はいはい。行きましょう、行きましょう。そうですね。タンカーを盗めつうわけで、タンカー盗めのミッションが多いんですね、ラマは。まあ、トレバーもだけど。で、タンカー盗むミッション、楽なんですけど、だんだん難しくなってきますね、これ。絶対これ走ってるよね、タンカー。だって動いてるもん。あら、差が縮まってる。止まったのかな。そうだね、止まったんですね、これは。ちゅうことはマイクロ SMG 買わなくてもよかったんかな。まあいいわ、そういうこと考えない考えない。 OK。 本当はここに着く前にやってたら多分ね、楽だったと思いますよ、これ。よいしょ。どうだろう、こっから狙えんのかな。ちょっと裏の方から入りましょう。絶対これ敵がたくさんいるパーターンですから、分かってます。敵はたくさんいます、それだけは確かです。はい、ということでこの辺に構えて。お、危なっ。ちょっと隠れて、さっき買っちゃった焼けっぱちスナイパーライフルを使いましょう。こっちだった。いないわ。じゃあちょっと近づこうか。あ、角にいるのか。そしたら裏から攻めましょうか。絶対これ表から来る前提。やばい。ただ有限数だと思うんで、そこにいるのはね、有限数だ。何してんだ俺、何してんだ俺。もういいわ、撃とう撃とう撃とう。かい、あんましことは荒立てたくはないが、硬くない硬くない。ちょっと今の人硬くない。てかめちゃめちゃ近くに敵がいたらしいんですけどめちゃめちゃ近くに敵がいました。いたいたいた。お前リスポン位置考えろ。それ FPS でやったらバンされますよ。どこどこどこさ。いた、お前か。さっき撃ったのは、さっき撃ち上がったクソ野郎は、さっき私はそこで死んだんですね。おっと、どっか隠れる場所が欲しいな。やばい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 よ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 。こっちにはいない。オッケー。じゃあこっち。あー、ちょ、間違えた。操作をミスる。役ミスる。後ろにいる。オッケー。オッケー。オッケー。ここあんまし壁意味ない。こっち。そっちじゃない。何ラジオ体操みたいな動きしてんだバカ野郎。オッケー、そっち。はい、もう警察相手に何やってんでしょうね。私はいる。ちょっとこの辺撃ちたい。よいしょ。これで絶対数が減ったと思います、多分。よいしょ。いない、こっちにいるな。
起きろ、頭を打たせろ。オーケー。あーもうめんどくせえなおめえら本当に。あお、何やってんだ俺、何やってんだ俺。え、なんでよりによってこっからスタートなのよ。違うんだよ、ミッション進捗度のことじゃなくて場所の問題なんですよね。なんでこの場所からスタートしたんだろう。出れない、出れた出れない場所かと思ってた。出れたわ。車を盗みましょう。何でもいいから速い車。うん、そうだね、君ちょっと速いかな。その後ろの方が速かったね。ごめんね、ちょっと黙ってね。よいしょ。タンカーですね。っていうか場所は分かってんだよ、どこに向かうべきだっていうのは分かってるんで、そっちの方をちょっとマークしよう。遠回りはしたくないんで。そうですね、先ほど確かここに入っていきましたね。こちらをマーキングしておきましょう。こうすることで、まあ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 、もしかしたらその先回りできるかもしれないんですからね。しんないんですからねってなんでしょうね。まあ、先回りできるかもしれませんから、ここに、マーキングしておきましょう。ということでカット。ちょっと微妙な距離感っていうか距離が縮まってない。はい、距離が縮まってません。これこれ追いつけるもクソもないですね。あれはなんかトレーラーとして信じられないスピードで走ってませんか。トレーラーとしてお前とちょっと失格だよっていう速さで走っておられますな彼は。あんましない、ああ、いた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 、見えた見えた。そうね、警察があんましいないときに、そうバツッとやっちゃいたいんで前に出ます。おいしょ。よいしょ。 OK、 よし、じゃあここにちょっと置いといて逃げましょう。これはダメだ、一旦逃げます。列車線路内に逃げ込めば10中8区逃げ切れますので、タンカーをそこに置いて逃げましょう。はい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 、見失いましたね彼は。不安でしたら、なんなら追いつかれるようでしたら、入ってきますねこれ。非常にまずいな。下に逃げ込んだら上に上がれか、いいや、もう後先考えず下行きましょう。ちょっと安全策をねしたら、多分ここまでやっこさんたちは追ってくるまい。車でここに入ってこれまい。あ、くるまいだった何言ってんだ。車に乗ったままここまでくるまいということで、はい、来ませんでした。はい、タンカー取りに行きましょう。よいしょ。それにしてもこの音楽大丈夫かね、著作権的に。うん、そう、著作権的にねちょっとまずってる可能性がありますから、まあ心配ですけど。いいよ、大ジャンプ。タンカー、あ、見えました見えました。あちらのタンカーをまあ拾いましょう。警察の方はいらっしゃらないよねこちらに。大丈夫ね。はい、パンクはしてないよね。タイヤ打たないようにしてたからね。ただタイヤ打たないようにして打っちゃう人だから、なんかめっちゃ怒ってる人いるんですけど、あっちの方にマップにめっちゃ怒ってる人が映ってました。笑いながら怒る人、いや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 、ちょっとそれない、それない、ちょっくらまったいなっての、ちょっくらまったいな、レジーナちょうだいな。あ、やばいやばい、来てる来てる来てる、レジーナ待て、俺を乗せろ。バレた、ギリギリアウトってやつですね。逃げます、カットします。何してんの、カットしますって言った時にちょうどよく面白いことするんじゃないの。カットしどこが分かんなくなっちゃった。オッケーオッケーオッケー。おいしょ。
あと1回は死んでる。おお、パトがやられた。てかレジーナ壊れたんだけど。さあさあ、今度こそは大丈夫かなとは思うんですけど、めっちゃ怒ってる人いたからね、さっき真っ赤っかにね怒ってましたから。はい、さあ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 、まあね、向きは直ってますから、万一バレたとしても逃げおせるんじゃないかなということで、行きましょう行きましょう。いるわ、まだめっちゃ怒ってる人いるわ。またあいつに怒られるのかな、やだな。あとね、大丈夫だよな、ほら後ろにいるんだよ、めっちゃ怒ってる人が。あ、消えた消えた、 OK。 こっちじゃなかった、おいしょ、こっちですね。あと 2.5 マイル少々お付き合いいただきたいと思います。そうですね、単価をゲットいたしましたので、2.5 マイルこっからドライブですよ。ただこれ撃たれたらおしまいですから、あんまし人を怒らせないように言いながらクラクション鳴らすっていうですね。なんか話すことないでしょうか。ないんだよな、これが。うん、話すことがあればね、もう話してますもん。そうですね、前回何やったっけ、パラシューティングか、パラシューティング、うん、波ですよね、腕前は波ですもうあんだけやっときながら波の腕前っていう。てかさ、さっきのダッシュを見せてくれないかな、このタンカー。さっき信じらんない速さで走ってましたよね。その瞬発力をなんで今見せてくれないんだと、なんで見せてくれないんだっていう話ですよ。私は怒ります、もう。はい、右ですね、右行ってからの左ということで、行きましょう行きましょう。2015年ですか、信じられないことに、あの2005年からもう10年が経つっていう、ほんと信じられません。2005年ってねえ、あれからもう10年ですよ、考えてみれば。そっかーって、あれから10年かーっていう。2005年、私は何をしてたんでしょうか、分かりませんけど多分ミニモニあたりが流行ってたんじゃないかと思います。違ったかな、2005年、ミニモニじゃんけんぴょんとかやってたんじゃないかな。やってないよ私はやってないけどね。あとなんだろう、青春アミーゴとかっていう歌があった気がするんですよ。あの二人は今何やってるんでしょうって感じですけど、あのちょっと中二病的な歌ね、地元じゃ負け知らずっていう、ちょっと田舎かなっていう懐かしいな、青春アミーゴ。なんでしょうね、もう冷静になれよミアミーゴっていう、ちょっと痛いねあの歌詞地元じゃ負け知らずですからね、ちょっと痛い。いやいやいや、もうこれ以上言いませんよ。あの二人が好きだっていう例外的な人間、例外的とか言うなっていうね、あれが好きだったって人もいるでしょうから。はい、いますよ、います、います、ケチはつけません。はい、そう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 、あれが本当に大好きで大好きで仕方がなくて、なんかライブとかもう毎日のように足運んでたなんていう、おめでたくない、ごめんなさい、なんか変、余計なこと言っちゃうね。はい、ということで着きました、着きました、はい、着きましたよ。はい、ミッションパスト。はい、未だにわからない JP が入りました。お金も入りました、いいないいなですね。はい、ということで今回これにて終了したいと思います。もうね疲れた、はい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 、毎回疲れたって終わってますけどね、まあ、今回はそんなに疲れて、なんでいや疲れたってたんだよって話ですけど、はい、ということで今回これにて終了したいと思います。ではでは、次回もまたターンアンドーリアスで会いましょう。